ハンター、広畑美香さん。ジビエが好きで、自分でも捕獲できるよう狩猟免許を取得しました。大阪府の出身で、18年前、自然に囲まれて暮らしたいと、夫婦で大分に移住し、今は竹田市の有害鳥獣捕獲員も務めています。大分レディースハンタークラブの代表でもあります。先月27日、大分市で開かれていたのは、わな講習と交流会です。生活の中でどのように猟を組み込んでいくかというのがすごく難しいのかなっていう。大分レディースハンタークラブは、女性の狩猟技術の向上などを目的に、県の森との共生推進室が主導して6年前に発足しました。発足当時は10人でしたが、今ではおよそ40人が所属しています。女性は女性で、ある程度、そういった会があった方が、狩猟の方に今馴染みやすいのかなと。狩猟免許は環境省が所管する国家資格で、散弾銃やライフル銃を使う第一種、空気銃を使う第二種、罠猟、網猟の4種類があります。法令や野生動物などに関する知識、罠や銃の取り扱いの技能試験などがあり、銃で猟をするためには銃刀法に基づく許可も必要です。講習会では広畑さんが参加者に罠の使い方を教えていました。イノシシがかかってくれるかはわからないけど、想像を巡らせながら罠をかけるっていうのもまた面白いなって思います。実際に山に入り罠を仕掛ける練習もします。罠に対して全く何も知らない方たちと、私たちの拙い技術ですけど伝えられたことはすごく有意義だったと思います。この日は夫の英二さんと友人のハンターの3人で巻狩り漁をします。巻狩り漁とは、獲物を取り囲み囲いを縮めながら追い詰める方法です。テコと呼ばれる人が猟犬とともに鹿やイノシシを町子の近くまで追い込み銃で仕留めます。この日は英二さんがテコです。銃を使うため無線で連絡を取り合い互いの位置を確認します。鹿が寝とった後かな。寝とった後ですね。ここでね、今朝まで寝てた後です。近い感じです。近いですね、はい。すると獲物を見つけたようです。いや、さっきワンコが鳴いたからちょっと待機してます。今回は逃げられたようです。その頃待ち受ける広畑さんは、この宇治上がるか今んとこ上がるか、獅子からしたらこっちの方が上がりやすいわな。ダメやったね。頑張ったんやけどな。何頑張ったな。出やんかったな、一回もな。この日は獲物を捕らえることはできませんでしたが、100キロを超えるイノシシを仕留めたこともあるそうです。昨年度、県内ではイノシシおよそ2万9000頭、鹿は過去最多のおよそ4万7000頭が捕獲されました。鳥獣被害額は1億6200万円。電気柵などにより2000年度以降過去最少となったものの、少ない金額ではありません。また別の課題もあります。その捕獲の獲物が足りないということはなくてですね、逆に、受け入れというか食べてもらえる方とか販売先ですね、肉になったところの販売先だったりとか、そちらの方がやっぱり今ちょっと不足しているというか。
県内には竹田市をはじめ仕留めた動物を買い取り販売する施設があります。また県の森との共生推進室では狩猟で捕獲された野生動物を食材にするジビエ料理の普及を図っています。農林水産祭の会場や大分駅前でイベントを開催するなど取り組みを進めてきました。取った獲物をまた活用していただくというところもまた一つの長寿対策の一つなのかなというふうに考えておりますので、女性の、まあ、調理方法というかとかで、まあ、美味しい食べ方だったりとかをまた広げていっていただければ。大分リリースハンタークラブでもジビエの料理教室などを実施し消費促進に努めています。狩猟を始めて11年、広畑さんにはモットーとしていることがあります。私たちも絶滅させるっていうことはもうしたくないので、きちっとそこの地域にちゃんとした数の自然の生態系を崩さない数の生き物はやはりいるべきだと思うんですね。生態系のバランスを考えながら狩猟の魅力を伝えています。